とりあえず乾杯しようか、じゃあ。はい、お疲れ様、はい、です。うん、はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、ニュージーランドのウェリントンに住んでる日本人の、紹介ということで、ヒロさんに、来ていただきました。はい、お邪魔します。よろしくお願いします。ヒロさんは、ニュージーランド の, そのウェリントンの、まあ、経済を支えてるって言ってもおかしくないぐらいの会社、映画制作会社のウェタで勤めていらっしゃる方で、映像クリエイターでもあります。そんなヒロさんがですね、どういった経緯でこうニュージーランドに来てベタで働くことになったのかっていうところを、まあ、お酒をまあ飲みながらちょっと喋っていきたいなと思います。はい、じゃあ自己紹介します。さっき日本人と言われましたけど、はい、一応国籍はカナダ人です。で、日本で生まれて、カナダで生まれて日本で育って日本の義務教育を受けたから、はい、そう、日本語話せるっていうだけの人です。で、カナダ、トロントで、大学行って、その後バンクーバーで、CG 関係の学校に行って、その後カナダで就職して、上田に大きなスタジオがあるっていうので、前々から行ってみたかった会社だったんで。カナダでも有名は有名です。有名です、有名です。めちゃめちゃ有名で、 CG の業界にいる人はみんな知ってるような会社がニュージーランドのウェリントンにある、うん、だから離れてるからみんながどんなところかよくわからないっていうので、みんな、そうね、だから噂しか届かないような会社だったんで、一回覗いてみたいなっていうのは。だってこんな僻地っていうか、ところにあって、確かに情報もあんまりそんなに多くない。そう、だから本当に映画一本作るような会社だから、うん、それはそれで大きな会社なんだろうなっていうイメージとか、あとは、そうだね、とりあえず、行ってみたい、働いてみたいっていう夢が一つあって、それを一応叶えるために来たっていう。なるほど。大きな目的で、家族も一緒に連れてって。まあ今はご結婚されてお子さんもいらっしゃるんですけど、ね、で奥さんにニュージーランド行ってみたいって聞いたら、目輝かして、うん、行くみたいな。よっしゃ、これで方向は家族の OK をもらったっていう、はい、意外に日本人はそういうところでね、奥さんが行きたがらないっていうので、はい、ボツになっちゃうとか、その話のオファーもらっても、それが現実にはならなかったっていう話はよく聞くから、はい、そこはクリアかなって。なるほど。今この映像を見て、まあ、ウェタっていうところで働きたいなと思ってる人は、もうこの動画はすごくいいものになるんじゃないですか。プレッシャーかけといて頑張ります。最初はまあカナダにいて、でカナダの大学に、トロントの大学に行って、で映像技術を学んで、そこはイラストレーション学科。イラストレーション学科だから CG 全然関係ないところ、そのまあ芸術とかアートのベースを学んだ後に CG を学びに行くっていうのがバンクで、そんな感じですね。でそこから違う、全く、まあ、また別にカナダの会社で勤めてから経験を積んで、そう、それでここに来れば9年ぐらい働いてたのかな、カナダ CG 関係の会社で、まあスタジオもいくつか移って経験を積んで、で仕事、あの時猿の惑星の制作中に人がもっと必要っていうことでチャンスが生まれて、それで応募して、もともと一緒に働いてたスーパーバイザーがもう来てたから、うん、一応はそこのコネを使って今雇ってるよっていう話を聞いて、じゃあ俺もアプライしたいっていうことで、それで応募して、口添えもあってっていう感じでチャンスが生まれたっていう。だからやっぱりコネは強い。なるほど。知ってる人から入れたいっていう気持ちもわかるし、うん、その時点では直接そのベタにアプライして就職できたかっていうと、可能性としてはやっぱ低かった。いやー、でも人を欲しがってた状況だったから、うん、面接までは普通に行ってたような気はするかなっていうのは、はい、そうね。であともう一人スーパーバイザーも口添えしてくれてたっていうのは後から聞いてっていうので、うん、そうね。だから頼んだ人じゃない人にも、モントリオールいたんだったら一緒に働いたことあるみたいな話が回って、そっちのスーパーバイザーもなんか口添えしてくれたみたいな話、後から、はい、だからどの業界でも多分狭いっていうのはあると思うから、その中での
なんだろう、昔一緒に働いてた人がある意味チャンスをくれたみたいな、なるほど、そんな感じはあるのかもしれない。そうね、そうね、だから、まあ、チャンスはそれでみんなにそのチャンスがあるわけじゃないけど、確かにそこでやっぱり技術が伴ってなかったらやっぱ入れないけど、やっぱその人もそのヒロさんのその技術を見込んでこの人ならやってくれると思う。まあそれは嘘はつけないから、うん、実力ないのに口だけうまくいって入って、で結局、ね、実力なかったら結局その人にも誘った人にもその勧めた人にも結局帰ってきちゃうから、みんなそれ結構避けたがってる。なるほど。そのカナダのトロント、バンクーバーでしたっけ、9年やって、モントリオール、モントリオールで、モントリオールで9年やりましたけど、その9年ぐらいの経験を積めば、まあ、ウェリントン の, そのレタで働けるかっていうと、一般的に言うとどんな感じですか。多分映画業界に来たらそれなりの実力がつくんじゃないかなって感じで、だから CG 関係でもゲームだったりテレビだったり、コマーシャルだったりとかっていう分野に分かれてるから、うん、その中でも映画の仕事の経験がたくさんあったら多分必要な時には入りやすいかなって。だからその業界の中でもいろんな分野があって、その中の映画部門にいたら入りやすい。なるほど。あとはタイミングと、タイミングとその時の自分の、自分がいけるかどうか、はいはい、それも全部兼ね合わせて。なるほど。それでちょうど運よくいずれ行ってみたい会社だったから、そこはそうね、長い目で見てた。ずっとその夢は頭の片隅にはずっとあって、片隅にずっとあって、だって結構9年間って長いですよね。うん、まあ確かに。だから卒業してからすぐにアプライして、ダメ元でアプライしてもちろんダメで、あ、したんすか。学校卒業した後って大手から順番にその応募していくんですよ、はいはいはい、気持ちが高ぶってるところから、はい、もちろんでどっかに引っかかるところで、はい、そんなんで、そうだね、だから それでまあまあ一番行ってみたかった会社っていうのがあるから、他にもスターウォーズを作ってた ILM とかっていう会社も行ってみたいなとは思ってたけど、まあ、それよりもウェタの方がなんか行ってみたかったな。アメリカの会社ですか、スターウォーズ。ILM はそうそう、アメリカの会社。だから、そうだね。まあ、なんだか、だんだんスターウォーズに燃えなくなってきたっていうのもあったのかもしれないけど、個人的な意見で。だから、そういうのはあるかもしれないけど。ウェタは、まあ、だから、わからないスタジオだから、うん、まだスターウォーズと ILM の方が、いろいろ、カナダに住んでたら近いところがあるから、はいはいはい、だからそれなりの噂は回ってきてたけど、ウェタはもう全然出会う人にもいなかったから、ウェタに行ったっていう、だからそういう意味では謎のままだったかなっていうあったかもしれない。はいはいはい、なるほどですね。やっぱフットワーク軽くないと来れないなっていうのは、ニュージーランドやっぱ帰ってくる人も多いから、それは感じますね。僕もフットワークの軽さっていうか、外から来る人ってやっぱ家族が外にいるから、それが理由で帰っちゃう人とかって結構いますからね、うん、それは、まあ、悪いわけでもないし、そう悪いわけ、ただ地理的な話、うん、確かに世界地図の端っこですからね、端っこだからね、しょうがない、うん、確かに。だから好きで住む人もいれば、家族の事情で帰る人もいれば、はいはいはい、そういう意味では動かざるを得ないような場所なのかなって、外から来る人にとってそういうのはあるかな。日本から来る人もみんな一緒だと思う。でもそのウェタっていう会社って、そういう、まあ、ある意味その世界地図でいう端っこの国でこんだけの事業を繰り広げてるっていうのはすごいですよね。世界中から人を集めて、確かにアーティストいっぱい集めて、確かに、だから集めないとやっていけない会社でもあるのかなって逆に言うとね。だって、パッて見て、あの一本の壮大な映画を作ってる会社、僕見たことありますけど、そんなにめちゃくちゃ大きくなくないですか？スタジオっていっぱいあるんですか？ね、10個ぐらい。あ、そんなに10個ぐらいです。あのミラマー。ね、まあ、そんな遠くない場所に、建物が
スタジオが 10社あるみたいな建物で、10社って変か、1社で建物が10個あってそれぞれ2階建てなのかな。でずらっとで、うちらのとこは 3つ並んでるし、でモーションキャプチャースタジオがあるとことか、うちらのとこと、あともう1個何やってるか分かんないとこで、他のスタジオもあるし、まあ、いくつもプロジェクト抱えてたりとかしたら、まあ、いろんなとこで、そうなの。そうだから一つの建物の会社にみんながいるわけではない、ではなくいろんなところにこう結構散らばってる、ね、そうそれと協力し合ってやってるっていう。あ、そう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 。従業員って総勢でどのぐらいいるんですか。1,400〜1,500人ぐらい。めちゃくちゃ多分それぐらいだと思う、感覚的な話で。まあ、もちろん全員がクリエイターじゃなくて、いろんな職種の人が、そう管理する人もいれば、あと制作進行の人もいれば、あと何だろうな。一応僕の業種もベタで働けるんですよ。え、そうなの。金属加工っていうか、ほうほう、あの金属加工していろんなその分からないですけど、いろんなのを作って、まあ、映画に生かすような部品とか作ってるみたいで、もともとうちの働いてる会社のその上司が、ベタに行きました。あるんですよ。ものづくりの方面でって。あります、あります。あ、へえ。あ、それ多分うちらはウェタデジタルで働いてて、ウェタワークショップっていう会社があって、ウェタデジタルだけで1,400〜1,500人なのかな。だからワークショップっていう人数がわからないけど、多分その社長さん、うん、社長さんは多分そっち側の方の人だと、実際に物理的になんか物を作るっていうのは、なるほど、そっちの人だと思う。いやいや、本当そうだよ。あと AR の方もチームはちっちゃいと思うからあるらしいっていう噂も、多分やってるのかな。うーん、あ、募集出てたからやってるね。なるほど、そういうのもあった。まあ、でもヒロさんは、まあまあ、カナダで勉強して、まあ、カナダの大学に行って技術習得してカナダで働いて、はいはい、でそっから来たじゃないですか、はいはい、で、まあ、この動画見てる人っていうのは日本人がほとんどだと思うんですけど、日本のそのなんていうんですか、クオリティっていうのは、そのベタで通用してますか。なるほどね。 CG アニメーターで今学生ですっていう人たちによく聞かれる質問で、その海外を目指している人なんですが、どう今やってること通用しますかっていう質問がたまにあったりして、で多分仕事内容は全然違うから直接結びつくようなものは少ないのかなっていう印象は受けるから、例えば海外の映画スタジオに行こうと思ったら海外に出ちゃった方が、一回出て出た方がそこで経験積んだ方がいいってことですか。それこそ英語の問題もあるし、あ、だから技術的な話だけじゃなくて自分がそういう大きなスタジオに行く準備ができているかどうかっていうのは日本の中ではなかなか作りにくいのかなって。なるほど、できないことはないと思うけど、外に出た方が簡単っていうのは大いに感じます。日本だけでやっぱり経験積んでそれで直でウェタで働くっていうのは難しい。あと昔はあったらしい、まだ黎明期で、そうそう、まだチームがちっちゃい頃にはあったって。だからそういうこと、 VHS の時代、あー懐かしいVHS のテープを自分の作品に撮ったやつを入れて郵送するんですよ、ここに、はいはい、それでここに届いてビデオデッキでガチャンってやって再生して見て見てもらって、この人技術あるなって手紙を繰り返すんですよなんか昔の恋文みたいですね。なんかで手紙が届いて開けたらちょっとインタビューしましょうと。どうやってするの。そこからちょっと分かんないです。やば。だから電話ください的なことだと思う。電話。だから時差を考えて向こうが入ってる時間、まあ、日本とここだったら4時間差だから最高。そんな大したことないと思う。それで電話して多分アポ取って、うん、でいついつ面接しましょうって言うんで、で電話を切ってガチャンって黒電話で切ってでその時間通りに待ち合わせて、
怖ーで電話してジリリガチャンってこう優勢の時代で、その時の日本人はいますね、いたっていう、あとアメリカでもそういう仕事ついてた人が来てる人も、うんうん、もう多いのかな。なるほど、日本から直接って数人しか知らないのかな。今働いてる人たちの中で2人ともいないです。もう日本帰っちゃった。帰っちゃって、あと1人はカナダかな。でもその人たちはもうあの事前には海外で経験を積んでから、その2人が日本から直接ここに来たっていう人で、あとの人はアメリカから来たとかオーストラリアからとか、うんうんうん、どっか海外出てから来てる人が多いので、面白いですね。なかなか知らない業界なのかもしれない。だってその、まあ、日本の人たちは、日本の人っていうのはその、まあ、ハリウッドとかに出てるその映画っていうのは、まあ、ほとんどなんか、まあ、アメリカで作られてるようなイメージ。あー、確かにそうだね。資本は全部、まあ、まさかニュージーランドで作られてるとは思ってない。確かに例えばアバターとかっていうのはニュージーランドで作られてる、まあ、そのハリウッドの協賛みたいなのもあったって聞きました、ね。確かに、アバターとかも全部 FOX が制作会社で作ってた会社で、ずっと X-Men とかもやってたけど、ちょっと前にディズニーが買っちゃったから、だから FOX、 そう、最近ディズニープラスで、うん、アバターもディズニープラスでさ、あの、なんだろう、ストリーミングできるから見れますよって広告ツイッターとかに載ってるけど、あれもともとフォックスが持ってたものをディズニーが買収したっていうので、うん、だからそういう意味では、まあ、まあでも資本はアメリカからっていうのは変わってないけれど、そのお金出す先が変わったっていうのは結構大きな話だと思うから、だからこれからどうなっていくのかなっていうのは、あの、まあまあそうね、 CG のポストプロダクション会社だから、いろんなところで仕事は取ってくる、はいはい、大きな流れが一つあったかなって思う。そうだね。まあその、まあ、代表作としては、まあ、ウェタの？ウェタの、はいはい、アバターが。アバター、猿の惑星、あと、大きいのあるかな、まあ、あとホビットが、ホビットが、あとローズ・オブ・ザ・リングが。ああ、そうですよね。あの3部作とホビット。そうだね、あの辺が一番有名なのかな。ヒロさんが手掛けたのは、猿の惑星の3作目から。どの部分とかっていうのは言えないんですか。どの部分、いや別に言えるけど、言っても覚えてる人少ないと思う。見てる人でもしかしたらめっちゃ詳しい人だったらあの部分作りましたっていう。オープニングでその兵隊たちが森の中で隠れて、隠れながら猿の拠点を探すシーンから始まるの、あの映画、はい、でみんながこうずらって列を連なって静かにって言いながら銃を構えてそろっと行ってで止まれってなって、みんなザッて隠れて、でいたってなって、あそことあそこにいるからお前ら音が出ないやつで殺せって、はい、殺した瞬間みんなで撃つぞっていうので、うわって戦う瞬間があって、その中の猿の一人がその本拠地まで伝えに行く係がいて、来たぞと。あ、そうそうそう、はいはいはい、そいつが馬に乗ってわーって叫びながら行くショットをやったと説明超長いけど、でもそれを作るのにはめっちゃ膨大な時間がかかるわけでしょ。まあそこあれ、まあ、でも2週間ぐらいやってたのかな。2ショットあって、森の中を 森の中をバッて馬で走っていくっていう、ギャーッと叫びながら、すごい、もう乗りながら、なるほど、ちょっと遠目で、まあ雰囲気はいいショットなので、そういうのをやったりとか。それオープニングだけですか。それは、オープニングっていうか、もうオープニングでそれが始まっての、まあ、戦い終わってもう爆発とか起こって、うん、その後で一人だけ走ってくる。すごい。これを見て、あ、あれねって思う人はかなり映画通だと思う。すごいですね。多分わかります。見たことありますよ、僕。でもやっぱ覚えてないですね。もしかしたら後で見返すかもしれないですけど。あ、ここ、まあ多分後で間違いをちょっと指摘したいと思います。あ、いや多分あれしかないと思うから。2ショットあって2つともやってたから、
そうね、今現在やってる作品っていうのは、まあ、公開できる範囲でいいですけど、会社のウェブサイトを見てその作品が載ってるか確認してからじゃないと話せないから、だから1個前の話をした最近の作品で言ったら、企業秘密ですよ。企業秘密じゃない大丈夫1個前なんだっけな、ジェミニマンの後だっけ、あ、公開したのはジェミニマンか。ジェミニマン要はウェタで、あ、そうそう、ウェタ、あれウェタ、あ、そうなんですか、ウェタで、ウィル・スミスが23歳になったクローンと今のウィル・スミスが殴り合う、はい、あの23歳は全部ウェタがやる、あ、そうなんですか、そうそうそう、あの23歳だけウェタ、あ、もうウェタ、もうウェタ、もうウェタ、知らんかった、そう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 、公開はそれ、その前はアベンジャーズのエンドゲームか、うん、それやってましたね、サノス、そう、紫色の人、紫色の人を超強い人がいて、ヒロさんが描いた、顔を描いたの、顔作って、顔つきを、顔細かいんですよね、やっぱなんかこう顔とかじゃなくて顔の顔つきとか、なんかこの表情、表情つける、表情つけるそう、だからまあマーベルのヒーローのヒーローもの映画の中に出てくる、まあ、ラスボス紫色のラスボスがいていました、そうそう、そいつがちょっと生きってるからみんなでボコろうぜっていうのをうわーってなってうわーっていう顔作ってそれでうわー負けたーっていう顔作ってでハッピーエンド、そういうざっくり言うとね、はい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 、かなりざっくり言うとそんな感じです。なるほど、そんな仕事してます。すごいですよね、本当にニュージーランドいいとこですよ、俺は今ので今のでニュージーランドのいいところ、もうだってニュージーランドありきのこのスタジオで、まあそうですよね、まあその立ち上げた、ピーターさんっていうピーター・ジャクソンさんがニュージーランドのウェリントン出身で、ロード・オブ・ザ・リングの監督さん、あ、そうそうそう、監督さんがニュージーランドのウェリントン出身で、そのウェターを立ち上げた、うん、ここでしか立ち上げたくないみたいな、まあ、賢いよ、賢い人、アメリカ資本全部ここに落とすって話だ、すごいですね、一見ちょっとこうニートっぽい雰囲気はありますけどね、今から見ると、はい、なんかそのまあ、ネットの時代だからそのタイムラインがよく分かんない、いろんな記事が、ね、混在しててっていうので、これを見た次にあれを見たらだいぶこう太ってたりとか急に痩せてたりとか、あ、今が分からない、あるけど実際に会ったことはないんですか、なんかねスーパーで買い物してるっていう話、あ、そっちそっちで、なんか家を探してる時もだから新しく住むとこを探してる時もそこの見に行ったところの大家さんが、あ、なんかあそこにピーター・ジャクソンの家あるよ、ふーんって終わったけど、なるほどそうか、僕もそんな見たことないですけどね、ピーター・ジャクソン、だから身近にいる、うん、なんか存在は近くにいるんだなみたいな感じはするけど、あったこと、多分見たことあるのかもしれないけど気づいてない、今は分かんないどんなみたいな、でもピーター・ジャクソンがいるオフィスっていうところには、まああそこっていうみんな大体知ってる、まあ用事がないから行くことはあんまないけど、そうそうそう、そんな感じかな、なるほど、まあ僕がなんかまあこの動画を撮るにあたって、まあ、一番聞きたいというか、まあ皆さんも知りたいんじゃないかっていう、そのどのぐらいお給料が上がったんですか、うん、実際にカナダで働いてる時よりも、まあ、いくらいくらって言えないと思うんですけど、なんかに俺覚えてないな、カナダの給料上がった印象はあった、上がった印象はあったけど、いざ蓋を開けてみるとその個人事業主で雇われてるから、そうなんですよ、だから例えばその保険代とかもなかったり、ああ休みもないし、
病欠もないし、有給もないしっていうので、総合的に換算すると全然わかんない。ただ自分が自由に判断して使えるお金が増えたってだけで。なるほど。まあ、自分が選んでどこの保険にするかとかを決めて行って、あともう一個大きいのは経費がいろいろ落とせるっていうのが違うかな。雇われてるのと個人事業主っていうのは、そこが一番大きいけど、入ってくるものは増えたかなっていうのは。なるほど。あったけど額面上はすごく大きいけど、その個人事業主だから自分でしなあかんところがたくさんあって、そっちで人と消えちゃうというか。そうだから、要は自分の給料に GST が、要は何だっけな、日本で言ったら消費税の、消費税が上乗せされて給料と一緒に入ってくる。だから要はスタジオがサービスを買ってるわけだから、そこに GST がかかって給料にも GST 払わなきゃいけない。だからそれでその GST もはもう全部避けといて、年度末に全部一斉に払わなきゃいけないから、だから100万単位のお金がボコってそこで抜けるから、それをちゃんと避けとかなきゃいけない。はいはいはい、そういうこと。なるほど。だから実もう厳密に計算してないからよくわかんないけど、上がった印象は あるなって。どれぐらい上がったかちょっと よくわからない。どれぐらい上がったかわからない。今の1ヶ月の収入で、例えば金額言わないですよ。結構掘り下げんの。何を変えますか。じゃあ何を変える、はい、何を変える。日本の物価で言うと、1ヶ月で1ヶ月の給料。1ヶ月で何を変える。時給にしましょうか。時給で何を変える。時給で、いや1ヶ月でしょ。いいですよ、もっとしますよ。まあ、例えば何が変えます。まあ、大前提として週40時間で働くっていうのがあって、でもそれが50時間だったり60時間だったりの変動が激しいっていうのはまず前提、はい、その中で何を変えるか難しいですね。難しいな。何を変えるか、はい、何が変えるか難しいね。物理的に何が変えるか。日本でって言って、日本で何を買おうかと思ったら、ニュージーランドドルと円の相場とか、まあ、まあ、なんでも。あ、じゃあ感覚的な話。感覚的な話。感覚的な話か。ちょっと取りてくれ。いや、考えといて待ってこのタイミング。いや、ちょっと俺もビール買ってきていい？あ、いいですよ、ぜひ。1ヶ月で買えるもん買ってきてこれです。え、めっちゃでかいですね。びっくりした。ロボロボ、この辺のロボ。すげえ、なんかめっちゃ時間かかってるなと思ったら、そうヒロさん逃げたんちゃうからね。なのでというわけでこれです、はい、これをこれを変えます。これを変える。皆さん、このこれを変えるみたいです。このピッチャーを変えるぐらい。いや、考えてたけど難しいなと思って。質問変えてもらってもいいかな。あ、全然いいですよ。まあまあまあ、何でも。逆にそのまあ、ヒロさんがよくもらう、さっき言ったみたいな質問に対して、うんうんうん、まあ、この動画で答えてもらえるといいんじゃないですか。海外にはどうやったら行けますかみたいなね。 CG アニメーターが、はいはい、英語はどれぐらい必要ですかとか。うん、僕もよく聞かれます、それは。だからその時に俺答えてるのは、例えばうちらの業界だったらポートフォリオがあって、それを見せてスタジオが雇おうっていう話の流れだから、自分のポートフォリオをちゃんと説明できるかっていうのがもう最低レベル、うん、ここのショットはここをアニメーションしました、ここのショットはこういったアニメーションを使って技法を使ってこういうことをしましたとか、そういうことがちゃんと面接で言えるかどうかっていうのが大きな基準。面接でちゃんと意思疎通ができるのがもう最低ライン。なるほど。それがないとやっぱり
会社側もなかなか雇おうとまではいかない、はいはい、確かにそう、そう結構即戦力求める傾向強いからね、うん、こっちの会社ってだってウェタってその契約されてる時間って結構短いですよね。すぐ帰る人とか、その映画が終わればもう帰っちゃう人とか。ああプロジェクト単位で、うん、あそう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 、ね、確かにね契約も3ヶ月6ヶ月とかあったりするから、だからそうでウェタは契約更新が最長でも1年間だから、もうその後バイバイって言われる人もいれば、ずっと残ってる人もいれば。ヒロさんはベタで働いて今どのぐらいなんですか？3年目かな。だったらめっちゃ長いですよね。まあそうかもね。まあでも競争ではないけど、自分ができることをどんどん証明していかなきゃいけない。毎日のプレッシャーはずっと、ああ働きながらでもやっぱりそういう風に結果残していかないと契約につながっていかないっていう、もう毎日が戦場っていうのはすごいですね。でもそれ結構辛いかもしれないけど、結局当たり前のことなのかなって思うから、うんうん、その安定を求めて正社員になりたがる人って結局それ以上自分から動こうとして動こうとしてるのかなみたいなのがあるから、うん、だからその正社員になって首を切られないのが最終的なゴールだったら、それ以上伸びないかなって、ね、だから今の業界だったらみんなが切磋琢磨していいものはシェアして、でみんながそれぞれやってるから、だからそういう意味で伸びてる、みんなの個人技術がどんどん上がってる会社だっていうのは言えるとは思う。それこそ使えなかったらいなくなっていっちゃう。厳しいかもしれないけど健康的だと思う。社風っていうか、社内のその技術というかどんどん上がっていくし、モチベーション高い人が残っていくし、そうじゃないと世界中がこう驚くような映画は作れないですよね、だと思うな。そういうのやっぱり個人の一人一人のモチベーションってものすごい高いなと思うから、うん、だからそれが嫌っていう人もいるけれど、でもいい面もいっぱいあるんだろうな、はいはい、そんな感じはしますね。なるほど。ウェタは、ね、特にやっぱりニュージーランドの中でも特殊な雇用体系で特殊な仕事をしてるから、ニュージーランドの、主要産業の上位に入るのは羊と、羊だったよね、羊関係、マトン、肉、羊毛とか、はい、で、ウェタも5番目に入るのかな、主要産業で。確かそんな話を聞いた。主要産業にウェタっていう会社が入るっていうのがすごい。1社が入るってすごいね。1社がすごいよね。なんだよ、すごいね。確かに、主要産業の産業っておかしいですね。映画産業。しかもそれアメリカのお金じゃんっていう。そうそう。いやすごいですね。面白い国だなとは思う。単価も高いですよね、アメリカから入ってくるから。まあまあそうですね、そうね、レートとか考えたら確かに同じドルでもっていうのは。これからはやっぱどういうふうに考えていってるんですか、うん、やっぱりずっと働いていくつもりはもちろん、うん、とりあえず奥さんがもう出たがってるから、それを説得するのに大変みたいな。奥さんは日本人の方ですね。そうそう、奥さんは日本人。それでいろんな国に行きたがる人だから、だからもう乳児いいかなみたいな言い始めてる。なるほど。もうドキ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 。俺はここで働きたいよ。多分奥さん的にはその、まあ、日本ももちろんメインで行けて帰れて、で他の国にも住めて、確かに近いから。まあ理想。確かに。ああそう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 。そうだからヨーロッパも行きたいし。デンマーク行こうとか、いや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 、それあなたが行きたいだけじゃんって。俺の仕事がどこにあるか考えてないし、ヨーロッパ行こうとか、いや行こうじゃない、それ旅行じゃんって、はいはい、そういう感じで。まあでも落ち着かないけど楽しい業界ではあるのかな。なるほど。落ち着かない中でも落ち着く方法っていうのはなくもないのかなみたいな、まあ、そう
安定した中でも安定しない人っているから、その逆もしっかりっていう感じなのかなとは思う。まあ、世界中でまあそれだけ、まあ、1回はちょっとこう働いてみたい会社に、まあ、今働けてるっていうことで、まあ、これからの人生こう箔がつくというか、まあ、あのレベルアップにつながってすごくいいですよね。面白いです。何笑おうとんの？いやいや、今なんか締めなんかな、言葉が出てけんかった締めなんかな、締めようかなと思って聞いたらちょっとこう締めようかな、締めの前になんかちょっと言おうとしたけど、あそうだ言葉が出てこない。あそうだ、なんか面白いねこれ。面白いですよね。次の企画も一緒にやろうか。あ、いいっすよいいっすよミント次回予告ミント編待ってますね。ミント編ニュージーランドはミントが多いんで、ニュージーランドミントがミント味がものすごい多い、多いらしくて、皆さん知ってます？オレオのミント味とか知ってます？知らないですよ、興味ないですから。ありそうですけど日本はどうですか。でもオレオの間のクリームが真緑色で、ああ見たことないでしょ。どんだけミントなの？もうミントめっちゃ好きな人しか食べれないじゃないですか。で同僚に聞いたのよ、なんでニュージーランドでこんなミント多いのって聞いたら、確かにそうだ多い、ミントチョコとかあるもんね、ありますね、あれ俺一番好きなんだみたいな。お前もか、やっぱニュージーランド人はミントが好きなんじゃない、需要があるから、やっぱり需要は確かにある。なるほど、もうこれ第2回始まってる、また次回それについて話していきたいです。まあ今回の動画はまあね、こんなにまあちょっとビール飲んでいろいろ話してきましたけども、まあ、こういう系の動画が良かったなと思ったりしますね。言ったらまあいいね、いいね、押してもらえれば次もあるかも。そう、あじゃあミントのニュージーランドにどんな種類のミントがあるか知りたい人はいいねボタン、いいねボタンと登録をお願いします。ありがとうございます、言ってくれてではまた次お会いしましょう、はい、バイバイ。じゃあまた。